有田です。今日は入院中につらかったランキングベスト5をやろうと思います。まあ、このランキングは痛みとかね、その足を失ったことに対してのその辛かったこととかいうのはなしでいきます。単純に入院中に辛かったこと、まあ、入院していろんな入院ってあるじゃないですか。例えば病気とか怪我とか、まあね、この2つしかないから入院するっていうと、まあ、この2つなんですけど、この2つで見てる方も入院したことあると思います。その中で今まで僕が入院して辛かったこと、これを紹介していこうかなと思います。真面目にいきます。第5位からいこうかなと思います。今日はランキング5なんで5位からねいきます。今日これやる前にずっと思い出して考えてたんですよ。何が辛かったかなと思って。それでまず5位からは、まあこれね、多分男の人だったら一度は考えたことあると思うんですけど、看護師さんが一緒に寝てくれないすみません、くだらなくて。これ結構、まあ、入院したことない人とかは結構ね、ドラマとか見たりとかね、なんかいろんなことでね、白衣の天使さんっていうイメージがあると思うんですけど、決して白衣の天使さんではありません。そんなイメージは捨ててください。看護師さんは一緒には寝てくれません。まあ、でもね、やっぱ入院してね、ベッドの上でね、男というものは寂しくなるもんなんですよ。そんな時にね、看護師さんが一緒に寝てくれたらいいなというね、妄想を描きながらね、入院してる男の人の方が多分多いかなと思います。まあ看護師さんね、一生懸命仕事中なんで、ぶっちゃけね、仕事が多いんで、僕も入院して思ったんですけど、仕事量ね、看護師さん多いんで、ぶっちゃけそんなね、相手に知らんないっていうのがね、構ってらんないっていうのがね、正直なところだとは思うんですけど、まあそれが第5位。暇だしね、構ってほしいんですよね。ただそれだけかな。はい、じゃあ4位は、第4位、お見舞いのお菓子が茶菓子、お見舞いに持ってきてくれる、そのお見舞いに来てくれることはすっごい嬉しいんですよ。もうすっごい嬉しくて、まあ、入院中ってね、したことある人分かると思うんですけど、超絶に暇なんですよね。もうベッドの上にいるだけだし、病院なんか入り返してもそんなに楽しくはないし、まあね、タバコ吸ったりとかね、まあお酒はまあちょくちょく、まあこれも、まあこの辺はね、また話そうかな。はい、で、お見舞いイコールなんかね、ケーキとかなんか甘い茶菓子、なんかなんだろう、マドレーヌみたいな、そんなものが多いんですよね。で、とても僕も甘いもの好きで嬉しいんですけど、そんなになんだろう、こう、やっぱ僕も毛が大きかったし、入院長かったし、やっぱね、心配してきてくれる子がすごい多かったんですけど、やっぱりね、僕も多分お見舞い行く時ってそんなね、何を買っていいか分かんないような感じだと思うんですけど、やっぱりだって、やっぱりケーキ類が多くなると思うんですよね。やっぱマドレーヌとかっていうのはね、ある程度持つし、まあお見舞いに来てくれた人にお見舞いに来てくれた人がくれたものを出すみたいな感じになっていくんですけど、でもさすがに消費しきれないんですよね。まあその消費しきれなかったケーキを僕がどんな風に使ってたかっていうのは、さっきのそのちょっとね、お酒とかそういうちょっとね、とこに話が入ってくる。繋がっていくんですけど、まあそれはね、ちょっとね、入院生活をいかに楽しく過ごすかっていうね、方法論なので、それはね、また入院した人に参考になるかな、参考になるかどうか分かんないけど、また今度話そうかな。まあでもそれができたら、多分入院生活もあらがち楽しくないっていうのは、楽しかったかな。まあ僕の入院生活は楽しかったかな。はい、それで、辛かったこと4位ですね。4位はもうケーキ類ばっかり集中しても結構困るという。そして第3位、この辺からはなんかガチなランキングになっていくかな。寝たきりが一番辛かったですかね。一番じゃないか、まだ3位だから。寝たきりは本当に辛いね。もう腰痛くなってくるし、まあね、その痛みランキングとは別とは言っても、やっぱ寝たきりだとやっぱ腰痛くなってきてるとかね、やっぱベッドからなんだろう、こうね、昔のベッドなんで、こうリモコンじゃないんですよ、起き上がったりする。なんか昔のベッド知ってます？こうぐる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 回すやつ、足元でね、ぐる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 レバーが2つだったかなついてて、足をね、こうやって起こすやつと体をこう起こすレバーが2つついてるんですよね。やっぱ2つか、それで看護師さんが回してくれたりとかね、お見舞いに来てくれた人が回してくれると、やっとこう起き上がってこれるんですよね。今のベッドって便利じゃないですか。ボタンを押すだけで高さも変えれるしね、首の方も上げれるし、足の方も買って上げれるしね、とてもいい便利なベッドなんですけど、まあ、当時ね、僕が入院してたのは20年前の田舎のね、ほんとちっちゃい総合病院なんで、
院病院でね、まあ今は立派な病院に変わってるんですけど、当時はね、もう超汚いというかね、もうね、田舎の病院だったんで、ベッドも本当にね、しょぼいね、昔ながらの、まあ、昔ながらの昭和の人は知ってると思います。はい、こういうマウスベッドなんで、起き上がろうと思っても重力で起き上がれないんですよね。うん、こう最初に入院してた時は本当に足を検してベッドから一歩も動けなかったので、なんだろう、起き上がろうと思ってもこうは起き上がれるけど、で腹筋使って起き上がれるけど、でもね、持たれるものもないし、起き上がっててもさ、もう何も楽しくない、楽しくないというか辛い、ずっと本当に座ってるか寝るかしかできない。で自分でこういう風にできればね、こうこういうぐらい、これぐらいでこうちゃんとね、後ろに持たれるものがあるから、ある程度は楽だし、まあそれでね、雑誌を読むとかそういうことができるけど、それをやるのにはやっぱりね、看護師さんを呼んでぐるぐる回してもらったりとかね、それが結構めんどくさかったかな。それが僕は結構嫌だったかな、今思い出すとね。でもこういろんなことが話してると、ああれも嫌だったなっていうのが結構あると思うけど、まあ、思い出しだしランキングだしね。第2位はこれはね、ちょっとね、P が入っちゃうかもしれないんですけど、病室のベッドの上で寝たきりということは動けないイコール全てのことをベッドの上でしないといけない、もう分かりますよね。これは男だけじゃないと思います。男も女もだと思います。もうね、辛い、もうね、なんかね、したくなくなっちゃう。だから食欲もなくなる。ベッドの上で2番目に嫌だったのはね、それが一番嫌だったかな。ベッドの上でうんこするのが、なんかね、変なこうトレーみたいなのをお尻の下にスッと入れられて、看護師さんに、で、はい頑張ってくださいねって言われるけど、頑張ってできんじゃんね、こう寝たるし、なかなか踏ん張れないし、で、終わった後はなんか食器洗剤のなんか中に水が入ってね、お湯みたいなのが入れてきてくれて、ピューってやって、ピューっとしてピューピューピューってやって、ピューって振り切れたけど、もうあれがね、超絶恥ずかしかったな。もうあれが本当に嫌だった。もうあれは本当に手術終わって、チンチンに管が入ってるぐらいしかったな。チンチンに管入ってるんだよね。もうそれぐらいやったかな。うん、それは本当にね、まあ恥ずかしいね。で、対相手が男の看護師さんだったらまだね、いや男でも嫌だな。でも一番やったのは可愛い看護師さんが来るのが一番やったかな。もうお尻見ないでって感じだよね。それかな。で、第1位は、人間が生理的に行う、結構人生の間で3分の1ぐらいはそれを過ごして寝るだってもう言っちゃったし、まあ、3分の1はね、寝て過ごすじゃないですか。その睡眠が取れなかったことが一番辛かったですかね。まあ僕の場合は、まあ前の動画でも言ってる通りね、結構ね、痛みがあったりとかしたんで寝れなかったんですけど、まあ僕はそれが一番辛かったかな。もう寝れないということが一番辛くて、まあ、寝たきりなんでベッドの上でも運動量ないし、まあお腹も必然とね、空かなくなってくるんですけど、まあその全部がごっちゃ混ぜになってくるのかな。ごっちゃ混ぜというか、全部が悪い方向にこう重なってね、動かないから食べれないで、うんこしたくないから食べたくない、そして疲れない、だから眠たくない、そして痛いから夜寝れない。で、一番やっぱ辛いのはこの寝れなくて睡眠不足的な感じが一番嫌なのかな、今思うとね。その当時は多分そんな感じじゃなかったと思うけど、やっぱり寝れないのは辛いね、夜ね、それが一番辛かったかな、入院中。うん、で、寝れないのがなんで辛いかというと、夜やることないですよね、暇なんですよね。で、テレビ見るのにもテレビカードでお金いるし、当時なんかね、スマートフォンなんかもないし、まあガラパゴス携帯、これどんな携帯使ったか、確かパカパカ携帯じゃなかったかな、パカこういうシャキーンっていう携帯じゃなくて、確かパカパカ携帯だったんで、ね、今みたいになんかインターネットで何かを見ることっていうのもないし、ね、雑誌見るぐらい、まあエロ本見てもね、ムラムラするだけだし、そこでね、看護師さんと一緒に寝てくれればね、一番いいけど、そんなね、ドラマの見過ぎだし、やっぱ総合的に考えて寝れなかったのはやっぱり、寝れないことかな。結構真面目な意見で、結構大事、寝れないって、ね、やっぱ睡眠って人間にとって大事なんだなって、ね、なんか結局最後この話、ただ寝れないことが辛くてね、睡眠が大事だよっていう話になっちゃった感じがするけど、まあとりあえず一番僕が入院中に一番辛かった第1位はやっぱうまく寝れなかったっていうことかな、最初の1ヶ月ね。まあそれ以外はね、もう本当にただ自分の欲望ができないとかね、こう
酒が飲めないとか、タバコが吸えないとかね、まあそういう、まあ我慢できればできるような辛さなんで、まあそれはね、入院してるからというわけではない辛さなのかな。うん。でもやっぱり、入院中に自然とやっぱずっとベッドの上にいてね、寝れないっていうのが僕は一番ストレスだったかな。嫌なことだったかな。辛かったことですね。じゃあ入院中辛かったことランキング、ランキング5は、5位は、出たんですよね、こう収録する前にね。第5位、看護師さんが一緒に寝てくれない。第4位、お見舞いのお菓子がほぼほぼケーキ類が多い。第3位、寝たきりで動けない。第2位、ベッドの上でのうんこ。第1位、寝られなかったこと。これが僕の入院中辛かったことランキング5になります。じゃあ今日はこの辺りで、じゃあ次回は何話そうかな。次回は次回はね、じゃあね、僕の楽しかった入院中のエピソード話そうかな。これも話すとめっちゃ長くなるんで、もう多分本当にっていう、これは本当になんかね、ちょっとドラマにしてもいいじゃないっていうぐらいの面白い内容がもう中にめっちゃ詰まってます。入院中にお巡りさんとかも来たりするんでね、そんなこともあったので、そんなことをねちょっとずつちょっとずつ話しこうかなと思います。まあ、ぜひね、なんか不思議に思うこととかね、なんかまあ、どんなコメントでもいいのでコメントくれるとね、とても嬉しいです。まあ、あとは本当にね、いいと思ってくれた方はグッド評価していただいて、あとはね、僕の動画これからも見てもいいなと思う人はチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。じゃあ今日はこの辺りでバイバーイ。